あれから世界は変わったって、本気で思ったって、期待したって、変えようとしたって、未来は残酷で、それでもいつだって君と見ていた、世界は本当に綺麗だった。忘れてないさ、思い出せるようにしまってるの。おはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみ、起きてー。第17回、トワイスの妄想ラジオ、とわしゃべり。はい、どうも、トワイスです。今回第17回トワイスの妄想ラジオとはしゃべり始まりましたが、最近バーチャル YouTuber 話題になってきましたね。ちょっと前にキズナアイの方をフォローさせていただいてたんですけど、なんかキズナアイを先駆けとして最近だとビライアカリ、かぐやルナ、シロ、バーチャルノジャロリー、キツネ娘 YouTuber おじさんなど、なんか結構いろんな種類のバーチャル YouTuber みたいなものが出てきましてね、私も見させていただいてるんですけど、元気出ますよね、あれ。本当にね、ハマっちゃいました。特にね、私のお気に入りはかぐやルナです。12月9日に始めてまだ1ヶ月ちょっとしか活躍というか活動していないにもかかわらず、かなり多くの支持者がいるみたいで、声がね、可愛いんだけど、すげえオラついてるっていう、なんか、後輩キャラみたいに世間的には言われてますけど、大体なんかそんな感じでね、こんな元気な、ノリのいい後輩欲しかった、みたいな、そういう感じでね、なんか、微笑ましくもあり、あと、やっぱ本人がかなり全力でやってる感があり、で、あと、新しく、なんか、自分が面白いなと思って、新しいことに挑戦し始めた YouTuber ということで、素直に応援したい気持ちもあり、なんかこれからもね、なんか私が言うのもあれですけど見守っていきたいみたいな、なんかそんな感じのね人気度で言えばね、私とかぐやるなあれですけど、雲泥の差みたいな感じなんですけど、まあでもファンの一人として応援していきたいところでありますね。で、今回はですね、2018年明けましておめでとうございますということで、2017年の私の活動の振り返りと、あとは、コメント返信、あとツイッターの方にお台箱というものを設置させていただいてたんですが、そちらの方にも、3件ほどコメントをいただきましたので、そちらの返信の方をやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。じゃあ早速ですけど、2017年のまあ動画、出した動画を振り返りつつ、コメント返信も交える形で最初はやっていきたいと思います。2017年もですね、まあいろいろとやらせていただいたわけなんですが、まあとりあえず今年で、動画投稿本数が1000本を超えるというのをやりまして、でまあ種類も、今メモ見ながらやってるんですけど、かなりの数、自分で思っても出したな、みたいな、そんな感じします。で、2017年の終わり際には、まあタイミングがあったので、幸いにも、お二人の、実況者の方とコラボラジオ、計3本出させていただくっていう機会がありまして、かなり後半充実した年になりました。プライベートの方もまあこちらはさっとしか触れないと思うんですけど、まあちょっとね、わけあって6年半勤めた、会社を辞めて新しいところに転職するというものがありましたので、そちらの方も軽くね、話していきたいと思います。で、動画の方なんですけど、まずは年明け記録見てみると、トゥームレイダーですね、あれをまあ中盤というか後半というか、そのあたりまで進めてたのを、
まあ、完結までやりましたというのと、あとガンダムターゲットインサイトジオン編覚えてる方いらっしゃるでしょうか。まあちょっと今更新停止中っていうか休止中っていうかそんな感じなんですけどね、なんかちょっとジオン編でやったら意外にもめちゃくちゃ難しかったみたいな、そういうところがあったので手こずったっていう回で終わったと思うんですけど、まあこちらの方にですね、コメントとして即死ダメージバラバラっていうのが来てたんですが、あれね、ほんとね、今思い出してもっていうか忘れてたんですけど、このコメント返信みたいなことやろうって思って調べた時にこのコメント見て、ああそう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 みたいなね、そんな感じの思い出し方をしたんですが、悪怪で挑んで、で敵の誰だっけ、確かジムスナイパーだったよね、あれのスナイパーライフルで一撃死するっていう、あれねほんと辛かったね。レーダー見ても近距離しか確か見えないから、どの辺から弾が飛んできてるのか予想しながらひたすらステップ回避しまくるっていう、あのねほんと辛かった。なんとかクリアできてよかったです。怒涛の早送り編集だったけどまあね、なんか録画ミスかなんかで若干の訪れみたいなのがあったりとか、訪れじゃないな、なんか変な雑音が入ってたんで、まあそれはなんかご了承くださいみたいなことでそのまんまやったような気がするんですけど、いやーね、最近ちょっとまた休止中のやつも撮っていきたいななんて気持ちがありつつも、なかなかね体を休めるので最近は手一杯になっちゃってるので、しかもね、あれなんですよ、2018年1月1日私が何をしてたかっていうと、朝起きてだるくて二度寝してで昼に起きてもまだだるかったから熱測ったら38度7分とかっていうのが出てて、あこれはやべえなっていうのでちょっと病院に電話して受けて、で次の日熱は下がったんだけど念のためと思ってインフル検査してきたんですけど、まあただの風邪ですということでなんとかね落ち着いたんですがもう本当にね年明け一発目で風邪をひくっていう、なんかあんまりよろしくないスタートを切ったんですけどね。まあでもインフルじゃないだけまだマシかなって思いました。なんかツイッターで見てると絵描きさんの方々をよく私フォローさせていただいてるんですけど、なんか絵描きさんでも年明けからインフル A ですとかそういうつぶやきをしてるのを見てたので、まあね、年明けインフルってなると仕事始めにも影響してきますからね。まあ絵描きさんたちはなんか結構フリーランサーじゃないですけど、依頼を受けて仕事をする人たちが多いとは思うんですけども、まあね、やっぱ何にせよ病気スタートっていうのはあまりよろしくなかったのでねどうしようかな、去年は行かなかったけど初詣みたいなのしてみた方がいいんでしょうかね。まあちょっと悩むところです。で話はそれましたけど、まあトゥームレイダーガンダムターゲットインサイトジオン編と来て、神宮寺三郎1と2っていう言い方でいいかな、新宿公園殺人事件だったが、それとあと横浜の殺人事件ですね、こちらの方殺人事件じゃないか、あれは行方不明になった女性を探してほしいだから、で途中で殺人が行われていることに気がついたみたいな、そんな感じだったかな。まあでも神宮寺三郎もなんか僕パソコンゲームでも消去ゲームでもいいから、ホラー要素を抜いた何か推理ゲームみたいなそういうものがないかなと思って探してる時に神宮寺三郎っていうのがあって、でちょっとだけ人のプレイ動画見て、あこういう感じのなんか足で稼ぐじゃないけど情報を拾い集めてってある程度推理して、でまあフラグを立てつつ先に物語を進めていくというそういうスタイルのものをやりたいなって思ってた時にちょうど出てきたものでやってみたんですけどね、あれ面白かったです。再生リストの方にまとめてますので、よろしければ、バントツ実況見てみてください。まあ、初めての試みだったんで結構グダった感じはするんですけれども、そこはね、ご了承ください。
まああの僕の動画ちょっと前からまあ言ってますけど、やっぱなんか作業してる時の流し見にちょうどいいと自分でも思ってますし、人からも言われたりするので、まあそういった使い方をしていただければまあ幸いかなと思います。まあどういった使い方でもね、まあとりあえず1再生してくれるっていうのはすごくありがたいことではあるんですけれど、急にこびていくスタイルさあ次行きましょう。ロックマンザパワーバトル、まあこれは単発実況で上げさせていただいたんですけど、いやね、ほんとね、あのたまたまですよあのゴリ押しでまさか最後まで、ね、あのいけるとは思ってなかったので、まあ詳しくは見てみてください。面白いゲームなんで、あの幼少期ですね、島村に連れて行ってもらった時に、その一角のゲームコーナーでひたすらデモ画面が流れてて、あの自分はやったことなかったんですけど、これってなんかソフトになってないかなって調べたら、どうやらプレイステーション2であると。でずっと探してたんですけどなくて、である日たまたまプレイステーションストアの方を覗いたらプレステ3でダウンロードしてできるよっていうことだから、あ、これは買うしかねえって思って即ダウンロードしたソフトです。あの結構私が何か新しい動画上げるっていうか、あのゲームの動画上げるってなると、あ、これやりたいって思ったゲーム、まあ中古ゲーム屋とかで、あのソフトのラインナップ適当に流してて、ああやりたいなって思ったゲームか、もしくは、昔見たけど自分では触ったことのないゲームっていうか、ああこれやりたいでもやる機会なかったなっていうやつをやってるっていう感じですね。まあ話っていうか時期は飛んで、あの最近完結させた星のカービィスーパーデラックスなんかは自分が昔触ってたしよくやってた、ただ、実機がなくてできなかったっていうやつをスーファミミニを買ったことでやっとこれの実況ができるみたいな、そういうワクワクとともに始めたゲーム実況だったので、あのテンション的に想像はできないと思いますけど、あの私としてはずっとあのテンション上げ上げでやらせていただいてましたいつも落ち着いてるからね、そういうところはあの島野さんのラジオの、島野さんのっていうか、島野さんをゲストに呼んでやった時のラジオの時も言ったんですけど、本当にね、自分の今のテンションが声に乗ってこないっていうか、その辺はちょっと悩みでもあるんですけど。まあ、ただ、それのおかげで、落ち着いて見れるっていう人もいるので、まあ、ちょっと複雑なところなんですけど。まあね、あの2018年はもうちょっと感情を出せるように話せればと思うんですがね、どうでしょう皆さんね、ここでもう一つ悩みを言うと、コメントとかたびたびどんどんというか、なんでしょうね、始めた頃と比べればかなりいただくようになったんですけど、ただなんだろうな、まあもちろん言いにくいっていうのはあると思うんですけど、こういうところ好きですとか、まあそういう感じで言ってくれる人はあんまりいないので、まあ、いまいち私のチャンネルを登録していただいてる300人ぐらいの人が何を求めてるのかなっていうのはちょっと気になるところではあります。まあお台箱とかだと、匿名でも意見をくれますので、そちらの方で、まあもしよかったらですね、送ってみてください。次のラジオとかでも多分、お台箱の方は普通にお便りとして扱ってるので、まあ次のラジオでね、紹介させていただきますので、よろしくお願いします。で、話はまた戻りましてね、ロックマンザパワーバトルの次に出したのが、多分マリオカート8デラックスと、あとは、その後にゼルダ、ブレスオブザワイルド、どっちかな、どっちか先だったかな、忘れたけど、ゼルダが先かな。とりあえず、ロックマンザパワーバトルを出した後に、出した後だったかな、これもちょっと微妙だな。まあいいか、とりあえずスイッチが届いた。2017年の、まあ、初め頃だと思うんですけど、スイッチが届いた。どうしよう。いや、早速実況しようってことで、マリオと、あとゼルダはやらせていただいたんですけど、結構早い時期に自分では手に入ったなと思って、まあ、2、3回、任天堂公式の方で、販売の時のアクセスのチャレンジをしたりとか、そういうのをやって、
結局手に入れたのどこだっけな、アマゾンだったかな。アマゾン、まあ今じゃ転売の方がかなり多かったんですけど、年末になんか大量投入されて転売してる人が涙目みたいなねまあ個人的には転売する方はあんま好きじゃないんで、まあね、ちょっと北総演出たところはあるんですけど、スイッチがね、まあちょっと安定供給されてきたのかなということで、何を話してたんだっけ。あ、まあとりあえずね、私はちょっと苦労したんですけど、結局Amazon にたまたま新品が入ったタイミングでアクセスできたので Amazon で買いました。はい、正規品の方、転売じゃない方ですね。まあそれで手に入れて、そちらの実況が多分ほとんどになってたのかな、4月から9月とか10月とかそのあたりまで、ゼルダとマリオカートとあとスプラトゥーン、これをやってたなっていう感じはしますね。サーモンランがね、動画の中でもひたすら言ってたんですけど、とにかく気軽で楽しい。なんか人によっては普通のレギュラーマッチとかガチマッチよりもサーモンランの方がちょっとなんかミスった時に負い目感じるみたいなことを言ってる方も結構見受けられるんですけど、私はなんかむしろ逆で、レギュラーマッチとかガチマッチの時にミスる方が怖いというか、なんかツイッターとかネットとかで調べると、やっぱ上級者でなんかなんでこいつ S 帯にいるのに動き分かってねえんだみたいな、そういう意見が結構散見されたので、ちょっとそれで嫌になっちゃって、今はスプラトゥーン触ってないんですけど、でもサーモンランはまた近いうちやりたいと思いますね。結局ね、あんなに楽しみにしてたキャンピングシェルターも使わないうちに今ちょっと触ってないっていう感じなんで、まあサーモンランにもキャンピングシェルターとか、あと今度新しく出る、なんて言ったっけな、スパイツールとかっていう、多分発射とともに傘もバッて開くような、そういう傘が出始める、まあ出るっていう話が出たので、まあちょっとそっちの方も興味あるなと。まあ多分そのうちサーモンランでも使えるようになると思うんで、またサーモンランの方は2018年から再開していきたいなっていう感じはしますね。まあせっかく買ったんだからね。あとね小話ですけど、なんか弟がねクレジットカード持ってなかったんで、僕じゃあ代わりに買ってみようかなっていうので、実家から帰りの新幹線の中だったんですけど、任天堂の公式の方で任天堂スイッチの販売やりますっていうんで、ちょっとポチポチしてたらたまたま買えちゃって任天堂スイッチなんか取れちゃったんだけど、金送ってくれるんだったら代わりに買うよって言って弟に買ってあげたんで、買ってあげたって弟の金なんだけど、まあちょっと購入代行みたいなのをやってね、まああれですけど、もちろん1円単位できっちりっていうのはなかったんだけど、まあでも一応サービスとして、まあね、こういうのもあれだけど、兄弟仲はいい方なんでね、ちょっと弟のために、あと妹もスプラトゥーン初代の方やってたから、まあ弟妹のために、コントローラーの色もちゃんとネオングリーンとネオンピンクにして、スプラトゥーンカラーでね、購入して、で届いた後に送ってあげたと、なんかそういうこともしたのでね、まあまだ一緒にやってないんですけど、弟たちも楽しんでやってくれてるみたいなんでね、そこはまああまりちょっとプライベートな話になりすぎるのもあれなんで、この辺でやめときますけど、何の話だっけ動画の振り返りだよね。まあスイッチのやつを多分10月とかぐらいまではやってたかなっていう感じで、ここでちょっと手止まっちゃったのかな。こっから先カービィを出し始めたのは多分11月とか12月頭とかだったと思うんだけど、まあでもこっからはラジオが多かったって感じですかね。夏だったかな。まあちょっと時期は忘れたんですけど、ちょっと変わり種で単発のラジオで、とわなまり。こちらの方出しましたね。あ、雑音失礼。
まあ、どうなんだろう、あんまりツッコミみたいなのは来ませんでしたけど、まあリアルの友達の方には結構北の方、東北ではないけど北の方出身の友達からは、まあもうちょっと地元に帰ったような懐かしい気分を味わえるから何回か聞いてるよっていう意見をいただいたりとか、あとは動画コメントの方にも田舎行きたいとか謎の安定感とかそういうコメントが来てましたんで、まあ嬉しいなと。ただ本編では言ったかな言ってなかったかな、一生懸命ネタ考えて本当にガチガチに台本通りにやって、いやこれは編集しても10分ぐらいとか持つでしょって思ってたら意外にも6分で終わる、これはラジオなのかって作り終わって開けた後に思ったんですけど、まあただね結構好評いただいた感じなんで、ネタがないんですけど、まあ一応今ちらっと考えてるのは、もし第2回目をやるとしたら、例えばアニメの好きなシーンでキャラのセリフを全部秋田弁に変えたらどうなるかみたいな、そんな感じのことをやろうかなとは思ってるんですけど、なかなかねこれってただセリフなまらせただけじゃんみたいなね。だからそういうのがあると自分でもうーんってなっちゃうから、なかなかそういう方言をゴリゴリ使えるようなシーンが見つからないっていうのと、まああと単純に自分一人で撮ってて恥ずかしいとかねそういう感じのことがあるなと。まあ歴史上の名言とかなんとか、あとは多少元のセリフを改変する形で無理やり方言に当てはめるとか、そういうのも考えてるんですけどね。まあこちらは、なんていうか、まあ、とわなまり本編っていうかラジオの中でも確か言ったと思うんですけど、まあ、単発で作ってたものなんで、あんまり続編の方は期待しないでください。あ、でも、もしネタの提供とかあれば、このシーン変換してくださいとか、そういうのであれば、まあ、ものによるけど、もしかしたら、とわしゃべりの、一コーナーとして扱うかもしれないので、ネタの提供はもう、どしどし送ってきてください。興味持ったら多分やると思います。興味向かないと一切できないのが私の悪い癖なんだけど、まあ、ちょっとそこは置いといて、仮に、それネタとして扱えなくてもお台箱に来たものはなるべく返信したいなと思ってますので、まあ数が少ないからね、今のところは。多くなってきたらなんか有名実況者さんみたいに選別みたいなことしなきゃいけないと思うんだけど、まあ今のところ僕はそんな選別するほどコメントとかいただいてないので、まああれですね、返信はすると思いますので、そういう話題提供とかそういうのはどしどしくださいね。で、とわなまりの後ラジオといえば、自分の方のラジオでは、名古屋の話、あと、イラスト紹介の話してましたね。あ、思い出した。そういえば、一枚イラスト紹介したいものがあったんでしたね。ちょっとこの話題の後に、やらせていただきたいと思います。名古屋行った話、本当にね、駆け足で話したんだけど、それでも30分ぐらい撮れたんで、なんか本当になんていうかな、なんだろう、台本通りにやると、まあ短くなるっていうか、仮に台本書いたとしても気分が乗れば僕本当に余計なことばっかり話しちゃうっていうか、そういう感じのタイプなんで話が長くなるんですけど、それはどっちに作用したのかな名古屋の話は。でも結構なんか必要なことしか喋ってなかったような気もするんだよな。今回ものすごくなんか年明け一発目っていうのもあって、気分が乗ってるんで余計なことバンバン喋ってますけど、どっちのスタイルの方がいいですかね。まあそれは今悩むところではないあれです。とりあえずあれ、耳かき店すごく気持ちよかったんで、また名古屋行った時はぜひ寄りたい。それだけ。ね。
あと、その時に話しましたけど、ニンテンドースイッチのゲームキューブのアーカイブスが出るかどうかって話。まだ、あの話の続報みたいなのは聞いてないんですけど、楽しみですね。単純にね、スイッチの方にも風のタクトの、なんていうの、HD 版出してほしいなとか、そういうのは思ってます。あとね、個人的にはスマブラデラックスですかね。アドベンチャーモードだっけ？なんか、あれね、すごくやりたかったんだけど、結局、見る機会もやる機会もなかったから、すごくね、興味があります。あ、違ったかな？デラックスじゃなくて X だったかな？まあでも、そういう意味では、なんか、昔のスマブラを一人でやりたいっていうのがあるんですよね。アドベンチャーモードだったら、まあ、大学生っぽい今、シャマ好きじゃないんですけど、ワンチャン実況できるかなとか、そういう感じで考えてます。まあ、もし機会があればよろしくお願いします。よろしくお願いしますって誰に言ったんだ？任天堂さんかな？任天堂さん、よろしくお願いします。さて、まあ、あれですけどね、3DS があるんで、スマブラ 3DS とか、やりたいなとも思ったんだけど、なんか、チラッとプレイ動画見たんですけど、今のスマブラすげー早くて、なんかね、ついていけないっていうか、なんかそんな感じがするんですよね。まあ僕はスマブラ買っても多分一人でシコシコやってるだけでいいかって感じなんだけど、ね、うん。なんか急に下ネタぶっ込んで申し訳ないですけどね。いや、下ネタじゃないと言い張れば下ネタではない。はい。で、ラジオの話も取りますけど、どうしようかな。まあ名古屋の話はそれでいいとして。イラストの方の話。本当にね、運が良かった。その時も話しましたけど、その名前、まあ出しちゃったしね、キリキハルオミさんという方から、イラストをいただいたんですけど、フォロワー3000人突破記念っていうことで、なんかリプで数字を送ってもらって、でなんかダイスを振るだったかな、それで出た数字で当選者を決めて、でその当選者のリクエストのキャラをあまり細かい指定はダメだけど書きますよ。でまあそういうキャンペーンを応募したらたまたま当たって、でまあ村雨を書いてもらったと。本当ね、可愛いんですよ。未だに定期に入れてますよ本当にね、なんか通学の時、通学じゃないか、通勤の時にね、僕定期チラッと見る癖が前からあるんですけど、それ入れてから、まあちょっとね、癒しになってます。改札通す時にチラッと見て、ああ、村雨、かわいい、つって、ピッて。なんかね、ちょっとした楽しみになってます。っていうぐらい、ハマりました。今も、ね、キャンペーン終わっちゃいましたけど、なんか、年明けキャンペーンっていうので、また、数字を募って、当たった人に色紙書きますっていうのでやってましたけど、結果どうなったんでしょうね。気になりますね。まあ、私は前回当たったので、キリキハルオミさんが、まあ、もっと多くの人に知れ渡るようにっていうと、ちょっとギョギョしいですけど、まあ、万が一私が当たってしまったら、なんかちょっとね、宣伝という意味ではあまりって感じなので、応募はしなかったんですけど、まあでもちょっとずつフォロワーさんとかも増えてるみたいで、私はこれからも陰ながら応援させていただきたいなと思ってますので、まあ万が一このラジオ聞いてたら、明けましておめでとうございます、これからも頑張ってくださいと、キリキハルオミさんに、とりあえずメッセージを送らせていただきます。はい。で、ラジオの方はそれぐらいかな。うん。まあ、自分のラジオはね。あとね、神奈月さんとの、コラボラジオ、これを2本出させていただいたんですけど、まあ、1本目は本来ね、出さなくてもいいというか、そんな感じだったんですけど、2本目の、一番私が最後に上げた動画かな、夜深下ネタラジオ。あれを撮るために、初めは、1本目のラジオを上げたタイミングでスカイプ話してたんですけど、結果ね、ちょっと向こうの都合が途中でつかなくなっちゃったんで、
ただ雑談で終わったんだけど、あの録音テストと称してあのたまたま取りっぱなしだったものを無理やり無理やり、うん、ラジオという形式にしてあげたのが1本目のラジオ、ある日の2人っていうタイトルで上げさせていただいたんですけど、本当にまあプライベートで友達が話す感覚ですよね。で話させていただいてすごく気軽なやつになったのと、まああと一番最後に挙げたあの夜更かし下ネタラジオどうでしたでしょうか。まあちょっと苦手な方はね、あの聞いてないかもしれないんですけど、なんかねあのピーヨンをさ一回も入れてないんですよ。うん、あの他の実況者の方で、その下ネタラジオ聞いていただいた人とあの出した後に遊ぶ機会があって、その時どうでしたって聞いたら、いやあれはねあのさすがに俺でも P はいくらか入れたいなって思う箇所はあったけどよく出したよねって言われました。まあねあの自分でもねあの正直ねバンされるかなどうかなみたいなちょっとビビりながらあげたんで、まあ今幸いそういった警告も何も来てないんですけど、あの念のため今は年齢制限一応動画の方にかけさせていただいたんで、もしかしたら未成年の方は見れないかもしれない知れないんですけれども、まあうんまあちょっとそういうギリギリを攻めるみたいなね、あのラジオでここまで言うんですかみたいな、そういうのをちょっと、ね、狙った感はありますので、まあそういうのも含めてちょっと許していただける方というか楽しめる方は聞いてみるといいんじゃないかなみたいな。うん、あの結構楽しく話させていただきましたので、はい、ぜひよろしくお願いします。であと島野さんの、ゲストのラジオですね、本当に話してて驚いたんですよね。まあラジオの内容にちょっと触れすぎるとあのネタバレみたいな感じになるんであんまり言わないんですけど、なんかねあのなんだろう、知り合った経緯がすごくあの面白かったというか、なんかこのお互いがあなたの動画のファンですみたいな、そういう状況ってあるんだって本当に思って、まあそういうのを本当に続けてきてよかったとも思いますしね。そういうのがあると、はい、なんかいろいろと私の方もデレデレしちゃった感じなんですけど、あの本当にねあの何がきっかけで知り合うのかわからないなっていうのが分かったラジオだったと思います。島野さんも神奈月さんもこれからも、私は一ファンとして応援させていただきますのでよろしくお願いします。はい、で星のカービィスーパーデラックスを出して今年の活動は、まあ、今年というかあれか2017年の活動は終わりっていう感じですね。2018年はまだ動画出してないんですけど、まあスーファミミニで収録して出すのが多分一発目になるかなと思います。はい、でここからはですね過去作、あちょっと待った、星のカービィスーパーデラックスの方にですねあのなぜか来てたコメントがありまして、まああの嬉しいコメントだったんですけど、ロックマンダッシュシリーズ全部見ました、なんか見てると落ち着きます、これからも投稿頑張ってくださいというものを、なぜか星のカービィスーパーデラックスの方に、コメントいただいて、いやコメントありがとうございます。あのロックマンダッシュシリーズ全部見た上で多分星のカービィスーパーデラックスの方も見ていただいたと思うんですけど、うん、本当にご視聴ありがとうございます。であとなんか見てると落ち着きますっていうこれねあの嬉しいですよね。まああの動画見ていただいた方から落ち着く声だっていうのがよく言われるんですけど、まあそういった感じであの落ち着いて見ていただけるっていうのはなんか嬉しいですね。はいはい、で、ここからは、2017年になって過去作の方に、コメントをいただいたものを紹介していただき、いただくじゃなくて紹介していきたいと思います。まずはサイコブレイク、こちらの方に、アイテム回収ちゃんとするプレイ好きっていう風にコメントいただきました。ありがとうございます。本当にね、弾が欲しい、回復アイテムが欲しいっていう一心で隅々まで、まあ個人的にはね、あの隅々まで探索したつもりなんですけど、
まあ、それがちゃんと評価されたんだなっていうので嬉しいです。嬉しいです。サイコブレイク2の方も、プレステ4の方で発売されたんですけど、私プレステ4持ってないんでできないんですが、神奈月さんの方が、サイコブレイク2やってまして、でそちら見させていただいたんですけど、なんかね、なんだろう、すごく面白そうだった。やっぱサイコブレイクだなって思うところと、なんかいろんなゲーム混ざってねっていう感じの、感想を抱きましたね、私は。なんだろう、うん。まあ、これは神奈月さんの動画がっていうんじゃなくて、サイコブレイク2がっていう感じなんですけど、なんかね、あれ？この会話スタイルどっかで見たぞ、みたいな、そんな感じのが、ちょっと気になっちゃうタイプなんで、ちょっとそっちの方に、見入っちゃったかなって感じなんですけど。なんか前作にはなかったスキルとかなんかそういうのがいろいろあるみたいなので、でもやっぱりやってみたいなっていうのは思いましたね。はい。で、次ノーモアヒーローズ、こちらの方も私が出した動画の中では結構人気な部類に入るのかな。でこちらに来たコメントだと、主人公も動画主もええ声しとるなぁと。いや本当ね、ありがとうございます。それだけだが取り柄な気もします、私は。まあそんなこと言うと見てくれてる人たちに、ちょっと失礼に当たるのかもしれないんですけど、まあ私の声をいいと言ってくれるのは本当にありがたいですし、あとね主人公のトラビスもねゾロの声の人だから。本編でも言ったかもしれないんですけど、レッドゾーンエディションっていう R18 とは違うか、Z 指定になってる、ものはもともと持ってたんですけど、じゃないやつ、普通のノーモアヒーローズの方は、まあ日本語音声が入ってると。で声優調べたら、あれこの人っていうのでやってみたらゾロの声の人で、うわかっけーと思って思わず買っちゃったんですよね。というかそれだけのために買った。声優さんたちっていうか日本語音声でセリフが聞きたいの一心で買いました、私は。後悔はしてないというか、むしろ良かった。実況もこっちでやって良かったと本当に思います。まあレッドゾーンエディションは若干なんか遊びやすさみたいな、そういう感じのもあったりしたので、なんとも言えないんですけど、でもそれを補ってあまりある、やっぱ日本語音声ええなと。私は映画も字幕スーパーではなくて日本語吹き替えで楽しめタイプなので、そういった意味でも楽しめたなって思います。はい。でその次にソニックアドベンチャー、これも結構見ていただいた回数は多い方の動画シリーズになりますかね。コメントの方で、ドリキャスでガンガンやってたのを思い出して懐かしくなりました。とても面白いゲームでしたね。というのがあったんですけど、まさにその通りで、まあこれは本編で話したかわからないんですけど、昔友達がドリキャス持ってて、で、まあ私もやりたいとは思いつつ、ドリキャスが家になかったからできなかったゲームっていう感じなんですけど、パート1ね、今、僕自分で自分の動画見返してもなんか明らかにテンションが高すぎておかしくなってるっていうか、なんかあれは本当にね、テンションが声に乗るぐらい高まってた感じします、ね、無駄にテンション高い感じです。はい。まあ操作の方はあんまりうまいとはお世辞にも言えない感じの操作なんですけど、でもあんな感じでも結構爽快感の方はちょっと練習すればやっぱ得られるっていうか、その辺がやっぱソニックなのかなと。まあソニックシリーズ自体あれで初めて知って、あれが初めてやったやつなんですけど、まあ本当に、楽しいシリーズでしたね。でもう一つソニック編パート3の方で気になったコメントで、ヒューゴ・バロタっていうのがあったんですけど、いやナックルズのあれ見たときに、ちょうど僕スパロボ MX の方とかもプライベートの方でやってたんで、あれバーニングブレイカーじゃねえのって思っちゃってね、思わずネタとして入れさせてもらったんですけどね。
いや、あれで笑ってもらえるの本当ありがたいですね。まあ気になる方はソニック編パート3ちょっと見てみてください。はい、2017年のコメント返信と、あと、まあ活動の振り返りみたいなのはこんな感じですかね。もう30分以上喋ってるな。まあちょっと余計なこと話しすぎたんで、転職の話はね、どう頑張っても暗くなっちゃうんで、まあとりあえず転職しましたよっていうことだけ伝えさせていただこうかな。まああんまり言う必要もないんだけどね、プライベートの話なんで。うん。まあでもそんな感じですね。じゃあここから先はですね、ツイッターの方のお題箱に来たお便りの方を返信させていただきたいと思います。はい、まあちょっと缶コーヒーブレイクをさせていただいたんですけどね、わざわざマイクに音を入れるあたりが意地汚いね。さて、ではここから、Twitter のお台箱返信をさせていただきたいと思います。3件届きました。で、じゃあまあ早速行かせていただきたいと思うんですが、とあるゲーマーさんからいただきました。こんばんは。いつも楽しく動画を見させてもらっています。ありがとうございます。唐突ですが、好みの女性はどんなタイプですか？で、これと、もう一つ、匿名の方からいただいたので、こういうのがありました。好きな女の子のタイプを語ってください。3通来ましたって言っておきながら、まさかの 2通が被るっていう謎のものがあるんですけど、これはどう答えればいいか、あらかじめ考えて答えを用意しようか、それとも唐突にやろうかみたいなのを自分の中でもらった時に考えたんですけど、やっぱりね、迷うというか、僕ちょっとあれなんですよね、恋愛観的には若干普通の人より破綻してるというか、なんかそんな感じがあって、なんか好みの女性って聞かれるとうーんってなっちゃうんですよね。まあ今まさになってるんですけど、まあ優しい人が好きですとか、ちょっとなんか上から目線の人が好きですみたいな、そういうのはあると思うんだけど、まあ私はフェチとして足が好きだとか、ぴったりした服が好きだとか、そういうのはあるんですが、好みの女性って言われると、ってなっちゃうんですよね。まあこういうのを聞かれた時に、普通の人だったら、有名人の名前出して、誰々みたいな人が好きみたいなのあると思うんですけど、あんまり、そういうのもないというか、好きな有名人誰って聞かれてもうーんってなっちゃうんです。まあ一応好きな有名人誰に関しては最近ちょっとだけ答えられるようになったというか、この人みたいな人はもしかしたら好きかなって思ったのが一人いたんですけど、吉瀬美智子さんっていう方が好きかなと思いましたね。なんだっけな、ニベアのボディミルクだったかの CM に出てて、まあ、なんか、自分もやっぱり男なんだなっていうのをちょっと再認識するような感じの、ちょっとね、セクシーな CM だったんですけど、まあ、気になった方は調べてみてください。なんだっけな、ドラマだと鋼の女とか、そういうのに出てたのかな。僕ドラマは全然見ないんで、わからないんですけど。まあでもこの人綺麗だなって思ったのは、有名人だと吉瀬美智子さんかなっていう感じです。はい。で、好きな女性のタイプ。性格的な面で言うとやっぱり、どういう子が好きっていうのは本当に浮かばなくて、最近そういうのに真剣に向き合うというか、どういう感じの人に惹かれるのかなって意識するようになって、
まあおぼろげですけどちょっと見えてきたのは、あのやっぱり穏やかな人が好きなのかなと、そう思いました。まあ若干嫌な思い出として、結構なんか罵倒されたりとかそういうことも昔あったりしたので、まああんまりね注意するとか怒られるとかなんかそういうのがあった時に、なんていうか、なんていうんだろうな、叫んだりとか、あとはなんかもう逃げ道ないレベルで冷徹にされたりってなるとちょっと僕しんどいので、まあこれはちょっと穏やかとは違うのかもしれないんですけど、冷静にここがダメだったから次から気をつけてみたいな、そういう感じの言い方をされたいっていうのがありますかね。まあ怒られる前提で話してる時点で結構弱気なんですけど、まあとりあえずその急に怒鳴ったりとかそういう感じのことをしない人は好きなのかなっていう感じしますね。はい。まあ夜更かしもネタラジオでもちょっと触れたんですけど、私ね、本当に女性とお付き合いした経験っていうのが極端にないので、なんか、あんまりそういうのに想像が追いつかないみたいな、そういうところがあるんですよね。妄想ラジオを語っておきながらあんまり恋愛のことを喋らないのは、そういうところがあるのかなっていうのは自分では思ってますけど。まあだからこのお二方から、まあ早速質問いただいて申し訳ないんですけど、はっきりした答えとしては、まず自分でも、申し訳ないんですけど、よくわかりません。ただ、強いて言うのであれば、女優で言えば、吉瀬美智子さんみたいな人がタイプで、まあ、穏やかな人。急に怒鳴ったりとかしない人だったら僕は付き合いたいかなと思います。まあ自分が女性選べる立場かっていうとちょっとそれはどうかなって感じはするんですけどね、自分の能力を鑑みた時に。まあでもゆくゆくはね、そういう感じの人と付き合ってみたいなっていうのはあります。はい、こんな答えでいいのかなまあでもお二方質問の方ありがとうございました。で、もう一通来てまして、島野さんからいただいております。これね、ラジオコラボっていう話が出るはるかに前、いつだったかな ?9 月とか、8月とか、だいたいそのぐらいの時にいただいたコメントなんで、本当に今更になって申し訳ないんですけど、とわさんこんにちは。いつも実況楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。僕の部屋は日が当たらなく冬は本当に寒いんですが、何かおすすめの暖房器具とかこうすると暖かくなる方法があれば教えてくださいといったものなんですけど、まあもう冬もね真っ盛りというか寒くなっちゃってからで申し訳ないんですけどね、まあなんかね、僕もね、地元がそもそも寒いっていうのはあるんですけど、やっぱ家の作りが違うので、地元より南の方に今は住んでてもやっぱ寒いもんは寒いです。で、例年僕の部屋には暖房器具がエアコンしかないので、まあやっぱりロフト以外は温まらないわけですよ。ロフトはむしろ暑いぐらいになるんですけど。まあだから、今年やっと防寒対策をしたというか、住み始めてもう7年にもなるんですけど、まず、僕、部屋では基本的に下着姿で、なんて過ごすんですけど、まあ冬はさすがにジャージ着ます。で、例年裸足だったのを今年は靴下を履くようにしました。最近ね、風邪を本当に、新年一発目から引いたりとかそういうのもあったので、靴下を履くようにしました。あと、着る毛布買いました。いいです、本当に着る毛布。まあ、着る毛布って言って本当に、なんて言うんだろう、毛布で作られたロングコートみたいな、そんな感じなんですけど、本当に着てるのと、着てないのだと全然違いますね。安心感も違いますし。
まあ、ただサイズみたいなのは固定というか SML から選ぶ形だったんで、僕はまあちょっとね体が大きいのでL の方を買わせていただいたんですけど、それでも袖がね若干短くて、なんて言うんだろうな、肘よりちょっと先ぐらいまでしか袖がなくて、そこから風が入ってきたりするのはちょっと寒いなって感じはするんですけど、でもなんだろう、上は首周りまで、下は膝ぐらいまでの長さがあるんで、体は本当に暖かいです。キルモフおすすめですね。で、あと、まあちょっと部屋が狭くて置けてないんですけど、ゆくゆくはなんか、電源、コンセントに、つないで、温めるタイプの電熱ストーブみたいな、そういうのも買いたいかなと思ってますね。あれは、新しい方の職場では、ビジネスデスクっていうのかな、ワークデスクっていうのかわかんないけど、それの下に置いて足元だけ温めて使う人とかもいて、あれちょっと使わせてもらったら結構あったかかったんで、そういうのも部屋に一つあるとおすすめかなと思います。なんかすげえ真面目に返してますけど、こんな感じでいいんだよね。はい。島野さん、お便りありがとうございました。まあ3通なんでさらっとこんな感じなんですけど、どうでしょうか。まあもし興味が湧いた方いらっしゃいましたら、概要欄とか、あとは私のツイッターの方の、固定ツイートっていうのがあるんですけど、それに、固定させていただいてますので、そちらの方も、そちらの方のリンクから飛んでいただいて、意見、要望、まあ、お便りなど送っていただければと思います。匿名で送れますので、まあ、本当に気軽に送っていただければと思います。まあ、もし名前を、つけて、読んでいただきたい方は、コメント、つらつらっとコメントを書いて、その後にバイ何々みたいな、そういう感じで名前がわかるように、していただければ名前とともに、返信させていただきますのでよろしくお願いしますと、熱いマーケティングをしたところで、エンディングの方に行きたいと思います。エンディングと言ったな、あれは嘘だ。イラスト紹介の方をさせていただきたいと思います。前回イラスト紹介と、あとは名古屋の話を出した、まあ、すぐ後だったか忘れたんですけど、その後に、いただいたイラストでこちらとなります。いや本当にね、この方は、友人というふうに、まあ、なんて言うんだろうな、ツイッターの方でちょっと鍵やかにさせていただいてるので、そのご本人様の紹介の方は控えさせていただきますが、友人からいただきました。ですね、まあ実際に会ったことはないのであれなんですけど、すごくかっこよく書いていただいてありがたいなと思います。まあ不思議とね、特徴というか髪の長さとかね、そういう感じのは捉えていただいてね、本当すごいなと思うんですが、あと個人的にですね、この背景に使われてるブルーのアーガイル柄、僕ね本人に言ったかどうかはわからない、多分言ってないと思うんですけど、アーガイル柄本当に大好きで、今動物の森ポケットキャンプやってるんですけど、自分のキャンピングカーのカラーも、カラーっていうか柄もアーガイル柄で、やってるぐらい好きなんですよ。本当にそういった意味でね、かなり好みの、イラストをいただいたなと思いました。で、こちら、友人がですね、私ツイキャスカラオケ行った時によくやるんですけど、その時の画像が、まあ、初期の、なんか、ツイートキャスティングっていうロゴが入ってて、マイクが置いてるような、なんかそういう感じの画像ばっかりで、寂しいのでっていうことで、送っていただいたんですが、僕もたびたび、この画像、この紹介より前に何回か使わせていただいてるので、知ってる方もいると思いますが、まあ、ツイキャスよーというので、書いていただきましたので、これからも、使わせていただきたいと思っております。いや、本当にね、ありがとうございます。うん。
なんかあのキリキさんの時もそうだったんですけどね、あの嬉しすぎて語彙力が低下するっていうのね、あの本当によくありますよね。うん、本当に本当にありがとうございます。はい、でじゃあこのまま流れるようにエンディングの方に行ってしまうんですけれども、2017年振り返りの方をさせていただきました。うん、本当にね、あのいろんなことがあった年で、まあ継続的に、うん、そう、途中で転職活動というのを挟みながらも継続的に動画を出せたっていうのは、やっぱ自分がやりたいからっていうのもあるんですけど、やっぱ楽しみにしてくれてる人がいるなっていうのを感じさせるような、なんかちょっとそういった感じのコメントだとか、あとはプライベートの方でのやりとりとか、そういうのがあったので、ここまで続けさせていただけたかなと思います。はい、であとまあタイムリーな話で申し訳ないんですけれども、あと名前も出せないので申し訳ないんですけど、ちょっとばかし残念なことがありまして、同じぐらいの時期、まあ年明けてからなんですけれどもに、私が実況を始めるきっかけとなったうちの一人の実況者様と、あとはプライベートで付き合いもある実況者の方、あの2名が活動休止を、表明いたしました。前者の、私が実況を始めるきっかけとなった一人の方、まあ、この方とは直接絡んだことはないんですけど、ツイッターの方もフォローさせていただいて、あとは動画の方も見に行ってたんですけど、まあちょっとね、その方どんくらいだったかな、7年ぐらいニコニコと YouTube と両方で活動してて、生放送もしつつ、かなり始めた当時の動画を今見返しても、ものすごくテンションの高くて元気な実況者さんだったんですけど、なんか最近やっぱり意欲がちょっとなくなってきたと、動画の投稿する、なんて言うんだろうな、意義を見出せなくなったみたいな、ちょっとそういうのを、休止のお知らせの動画の方で言ってまして、でその後者の、私がプライベートの方でも少し付き合いがある、実況者さんの方も、まあなんていうか、その方一回、休止して、でまたなんていうんだろう、気分が乗ったから、再開しましたっていうので、しばらく活動を続けてたんですけど、この人も何年ぐらいかわからないんですけど、かなり長い期間実況の方をやっていた方だったんですが、まあこんな年明けすぐに同じような感じの理由でお二人とも休止されるということだったので、ちょっとね個人的に残念に思いました。はいね、まあエンディングとなって本当にね締めっぽくなっちゃうのと、あとちょっと長い語りになっちゃうので申し訳ないですけど、思い出語りさせてください。前者のねきっかけとなった方は、僕はマインクラフトのスカイブロックっていうものの実況からファンになって、そこからピクミンだとか、あとは FF9 だとか、そういったものを見てたんですけど、本当に元気でね、僕が今かぐやルナをフォローして、フォローというか見てるのと同じような感じなんですけど、やっぱなんか自分より年下だと思うんですけど、本当に元気で、元気をもらうような実況動画だったっていうのと、あと FF9 でコンセプトとして、ものすごく楽勝にストーリーを進めるっていうコンセプトのもとに、初めて訪れたチョコボの森で一番強いっていうか、なんて言うんだろう、交換できる景品の中で一番ポイントを必要とするいい装備品をまず手に入れて、でその後このキャラは脱落するけど、このキャラを育てた分のポイントはこっちのメインで仲間になるキャラに引き継がれるからっていう理由で、その脱落する方のキャラ
をひたすらレベル上げして、でそれからストーリーを進めたりだとか、なんかこの知ってるがゆえの膨大な裏作業みたいなものを生放送で流してたりとか、そういうのを見てたので、まあちょっとそれのおかげで私自分の今休止中ですけど FF9 実況を始めたっていうのもありますし、その動画を見させていただいたからこそ若干の知識を得た上でできたというか、FF の成長システムって今まで全然わからなかったんですけど、それのおかげで、へえ、そういうのが作用してくるんだ、レベルアップの時にこういうのが大事なんだっていうのを分かった上でできたっていうのが大きくて、まあちょっとこれを機にね、また FF9 実況とかまた再開していきたいなとも思うんですけど、まあいろんな意味で私の方に影響を与えてくれた、まあ本人にそれを直接伝える機会は、まあツイッターの方はやめてないから伝えれるといえば伝えれるんだけど、その急にね、私ももう実況4年ぐらいになるんですけど、もう少しで、その4年分の思いをツイッターの DM とかでぶちまけたとしても多分困惑するだけだと思いますので、まあどのようにして伝えようかっていうのは迷うところではあるんですけど、まああと本人もね、チャンネル自体は消してないので、また気分が乗ればやるかもしれないとは言ってたんですけど、まあそんな再開してくださいっていうのを言うのはまたちょっとなんか違うような気がしますし、本人が決めたことなので私はまあ何とも言いようがないんですけど、まあでもいずれは、まあどういった形かわからないんですけど、思いは伝えたいなとちょっと思いました。で、もう一人のプライベートで付き合いのある方の方だったんですけど、まあこれは本当に実況関連というか本当にプライベートの方で大きい存在だったって言いますかね、2回ほど、食事に行ったことがありまして、でその時にですね、僕がちょっと転職をしようかどうか考えてるって言った時に、こちらも転職の経験はあるけど、もし転職するんだったらこういうサービスがあるから使うといいですよっていう風にアドバイスをいただいたりとか、で私もまあその方が使ったのとは別のサービスだったんですけど、そういった似たようなサービスを使わせていただいて、まあ一人で何でもかんでもやるよりはだいぶ楽に転職を進められたっていうのがあって、勝手にですけど、かなり恩を感じてる方で、まあただその人もね、ちょっと実況の方では、まあ私はそうは見えなかったんですけど、ちょっと伸び悩んでたっていうのがあったみたいで、まあちょっとチャンネルの方は多分消してはいないと思うんですけど、まあでも今度こそ本当に2回目だし、自分で言い出したことだし、今度こそ本当にやめますっていう風なことを言ってまして、まあちょっとやっぱなんていうかお世話になった分、まあちょっとね、残念な気持ちがあります。はい、まあっていうちょっと年明けからね、風邪ひいたりお世話になった方が、実況の方をちょっとやめてしまったりということもありましたけど、まあ私もね、前の職場よりははるかに忙しい、それこそプライベートの時間なんてあるのかなっていうぐらい、もしかしたら忙しくなってしまう職場なんですけれども、まあ今ね、下ネタラジオの方でちょっとだけ触れさせていただきましたけど、本当にいい先輩方に恵まれたおかげで、まあちょっとそういった環境でもね、もしかしたら、協力し合いながらやっていけるかもしれないなって思っているところなので、ちょっと動画の投稿のペースはもしかしたら落ちてしまうかもしれないんですけど、とりあえず続けるつもりではいますので、まあもし辞めるってなったらね、その時は何も言わず辞めるっていうことは少なくともしませんので、まあこれからもよろしくお願いします。さて、まあちょっとね、締めっぽい話になってしまって申し訳ないんですけど、
2017年の総括、そして2018年、そうだな、今年の抱負まあ年明けだからね、こういう年明けらしいこともちょっとやりたいなと思ってたんですけど、実況とは本当何ら関係ないわ、関係ないってわけではないけど、今年の抱負としては私はですね、趣味を思いっきり楽しむこと、これを掲げてやっていきたいと思います。まあ今まで、なんていうか、まあ休みの日って言えば、それこそなんか体を休めるためにぐでーっとしてて、本当に何にもやらないっていうか、そういう時間が今までここ数年かな多かったので、まあだから、まあさすがに仕事から帰ってきて、10分でもゲームみたいな、ちょっとそういう気力はさすがにね、湧いてくるような年でもなくなってしまったんですけど、まあでも、その分やっぱ休日はもうちょっと活動的になってもいいのかなと。まあインドアでもアウトドアでも、まあカラオケに行くでもいいですし、収録はしないまでもちょっと溜まってるゲームやるかみたいな、ちょっとそういう感じのことを今年は進めていきたいなと思います。あと休止中のゲームもう一回やりたいですね、やっぱり。まあ新しいゲームどんどんやるのもやっぱいいんですけど、ちょっとあまりにもね、実況したいなって思って買ったとか、そういうゲームが溜まりすぎているので、あと、始めたけど、ちょっと止まってますみたいなのもね、溜まってるので、そっちの方も進めていけたらなとは思ってます。まあ、それとは別に、こういうのやってくださいとか、もし持ってたらこういうのどうですかみたいな、そういうのがあれば、まあ、これもまたね、マーケティングばっかで今回申し訳ないですけど、お台箱とか、あとは動画コメントとか、そっちの方でいただければ、まあ、興味を持てばやりたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。あれだ。もしまあ、ゲームのリクエスト受け付けますって言ってるわけではないので、ちょっとそれは、あれなんですけど。まあ、ただ、一応ですけど、私が今、使えるっていうか、ゲーム機、そして、収録環境があるのは、パソコンのフリーゲームと、プレイステーション2、あとプレイステーション3、プレイステーション3の、プレイステーションストアにあるゲーム、あとは任天堂スイッチ、それぐらいかな。うん、それぐらいですね。とりあえず新しいゲーム機を増やす予定は今のところありませんので、まあちょっとその中でっていう感じにはなっちゃうんですけどね。うん。はい。まあそんな感じですね。まあリクエスト、まあそうですね、リクエストっていう感じではないですけど、まあプライベートでもちょっと面白いゲームやりたいなっていうふうには思ってるので、まあこういうのおすすめですよっていうのあったらぜひ教えていただけるとありがたいなと思います。はい。じゃあですね、まあ今回はちょっと長くなっちゃいましたけど、ここまでとさせていただきます。もう何度も言ってて申し訳ないんですけど、お便りとかぜひ概要欄に多分載せてると思うんで、お台箱の方から、送ってみてください。多分ね、次のラジオまで例えば3ヶ月後だったとして10も来ないと思ってるんですけどまあでも10とかぐらいだったら多分全部返信できると思うし、あと、ゆくゆくは僕、お便り返信だけでラジオ1本やりたいなと思ってますので、ぜひご協力いただければと思います。チラッチラッ。では今回はここまでとさせていただきます。長い間、ここまでご視聴ありがとうございました。次回のラジオでお会いしましょう。では。